最強の剣追加されました。どうもこんにちは、ビクトです。ということで今回は最強の剣が追加された世界でサバイバルやっていこうかなと思います。ということで、まあ、サムネイルでね、まあ、映ってるとは思うんですけど、まあ、今回はこんな感じでね、なんかいろいろ剣が追加されていますよと。で、目標は全部剣作りたいんですけど、さっきなんかレシピチラッと見たらなんかね、これとかね、あのドラゴンブレスとか使うんで、まあ、結局エンダードラゴンまで行かなくちゃいけないよねっていう感じなんですよね。ってことで、まあ、じゃあ早速、じゃあこれから作れそうかな。コッパーグレートソード、銅の剣から作っていきましょう。ってことで、まあ、まずは普通に木材とかを集めます。うわ、すごい、ここめっちゃ洞窟あるんだけど、あ、銅もあるし鉄もある。お、贅沢セットきた。いいね、いいね。やっぱ 1.18 ってさ、鉱石集めやすくなってな、これ。ということで、確か、まあ、銅だったら石のつるはしで取れると思うんで、あ、これいけるよね、普通に。あ、いける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 。え、これでもうなんかサクッと集めて作っちゃおうぜ。よっしゃ、銅も焼けたんで早速作りますってことで、これで銅インゴット2つ作って、このねコッパーグレートソードということで、攻撃力この時点でさ最強じゃない？これで普通にこれ見た目がまずかく、でっか、思ったよりでかいな、これ。で、これなんか能力とかあんのかな。敵攻撃したら、あ、てか待って、夜になっちゃう。待って、近くにさ羊いなかったかな。あ、せっかくだからこのコッパ、あ、いる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 。え、これでさちょっと羊倒しちゃおうぜ、一撃で。うわ、なにこれ。あ、焼き羊、待って、めっちゃいいこれ。20、え、おいおい、あ、待って、あ、そう、あ、待って、もう渋滞情報が渋滞しています。普通に焼き羊肉出てきたって思ったけど、なんか20個ってどう考えてもおかしいよなっていうのと、あと村があります。やった。え、めちゃくちゃ目の前に村あったわ。やっと、ラッキー。これは寝よう。これがね、銅のグレートソードの効果ってことか。あ、で、牛倒したら、これ焼肉に、やばすぎ。やばすぎ、やばすぎ。最強です、これ。鉄のアイアングレートソード作るには、どんどんこれ、なんか、作った剣を、強化していくみたいな形っぽいですね。次は銅の剣の上に、鉄インゴットを囲めばいいってことが、まあ、ちょうどいいとこにね、あの鉄います。ちょうどいい鉄がいるんですね。まったく、これ雷落ちてくるからさ、速攻で倒せるんじゃね。ちょ、火力も元から高いからさ、あ、最強だこれ。しかも鉄インゴット5個ってさ、これマックスじゃない。鉄インゴットを倒した時のマックスの鉄インゴットだこれ。これさ、どんどんさ、これ能力強くなってくってことはさ、なんかアイアンソードでもなんかもう、なんだここ危ないな、この村。なにこれ。あ、廃校だ、しかも。あ、てか普通に鉄こんなとこにめっちゃあらわになってんだけど、あ、この辺にじゃあ、ある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 。なんか変な声出ちゃった。せっかくなんでちょっとここ、あー待って、鉄めっちゃありそう、ここ。いや、ここの廃校いいですよ、これいいですよ。これさ、地下でさ剣やったらさどうなるんだ。あー、雲いそう。あー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 、死ぬ、死んじゃう、普通に。あ、普通に死ぬやつこれ。一旦鉄集まったから焼くか、とりあえず。さて、まあ鉄も焼けたことだし作っちゃいますか。真ん中に、銅のグレートソード置いて鉄インゴットで囲むと、アイアングレートソード、これはどういう効果があるんだい。これは効果ね、見てきたんすけど、これまさかの剣なんですけど、鉱石取れます。もうツルハシいらなくなった。いや、もうツルハシいらなくなったから、これ剣があれば攻撃もできるし掘ることもできるっていう。これめっちゃ良くないか、普通に。だってほら、いちいち入れ替える必要ないからね。まあ、火力もね8だからそれなりに高いということで、あ、いいね。まあ、しかも鉄だからこれダイヤモンドとかもいけんのかな。じゃあ広いわ。で、次の剣がこれ金か、金ゴットを見つけないといけないということかな。ゴールドグレートソードを作るために、じゃあ金探すか。うわ、金インゴあるー。うわ、金インゴットとかさ、普段、あ、これ何、あ、石とか取れないのこれ、鉱石専用か。まあ一旦ちょっと金あるんで回収しちゃうか。あ、結構ある。あ、ここだけで揃うのではワンチャン。なんか奥の方まで行くのもちょっとあれだな、億劫だなと。おいおいおい、あ、奥にもある。あ、これこれ勝ったな。いや、金って意外とないかなと思ったけど、一気に、あ、13個めっちゃ集まったわ。じゃあちょっと一旦もう戻んなくても一回ここで作っちゃうか。金インゴットまず、周りに置きます。で、これでゴールドグレートソード、もう出番終わった、アイアングレートソード。ツルハシの効果まだ残ってる、これ。ちょっと一旦、あ、ダメか、あれ、あ、なくなっちゃった。うわ、ちょっとあれ結構便利だったのにな。ちょっと次のこのゴールドソードの力なんだろう、これ。見た目かっけえ。金の剣めっちゃかっこよくない、これ。
これなんか、てか全部かっこいい。びっくりした。なに。おい、あ、待って、あ、ちょっと試したかった。このゴールデングレートソードの力をちょっと一旦試したかったんだけど、とりあえずこのコウモリで切ってみるか。なんか切ったら、あ、これがあれか、ゴールデングレートソードの力。あ、金だから金つながりでピグリンが出てくるっていうこと。エンダーマン殴ってみようかな。こいつはもしかしたらピグリンになるかも。なった。あ、倒したモブが全部ピグリンになるってこと。じゃあちょっと次の件行きますか。アメジストか。アメジストの洞窟見つけないといけない感じね。じゃあ次は。あ、でも意外となんかさ、洞窟探索してたらさ、割とアメジストなんかその辺にある時あるも、何？え？あ、待って。おい、あ、ピグリン強い。え、待って、このピグリンさ、今スケルトン攻撃してくれた。あ、なるほど、俺の味方になってくれるんだ。うわ、これいいかもしんない。ちょ、どんどん仲間増やそうぜ。これピグリンいた方がいい。あ、待って、倒すな。オッケー。え、じゃあこれ増やしまくればさ、どんどんアドじゃないか、これ。うっせえわよ、これは。クリーパーとか倒してくれんの、これいいね。あ、洞窟探索にはもってこいだ、この能力。いや、いい。え、待って。楽しい。モンスターテイマーです、僕が。あ、待って、これアメジストじゃないっていうか。あるある、これアメジストだ。ようやく見つけたぜ。ちょっと一旦敵倒してもらって、あははは、軍隊。はい、シャリコン。アメジストブロック、次行くぜ。ゴールデングレートソードとはちょっと一旦おさらばと。来た。え、これなんかすごいかっこいい。これ強くないか。ちょっと見た目がなんか今までと違う。え、皆さん、アメジストグレートソード、あ、ぶっ壊れです。ですね、あの鉱石をですね、あのブロックに変える力があります。普通にチート。きた。もうこういう能力を待ってたんだよね、やっぱ。結局は次がエメラルドか。あ、でもダイヤモンドとかネザーか。まあ一旦じゃあエメラルドゲットしに行く。うわー、あ、なんか切れてる。あ、でも粘土玉だったら交換できそうじゃね。めっちゃ切れてるけど。俺何もしなくない？俺別に村人殺してないよ。もういっか、じゃあちょっと粘土玉集めるか。めっちゃ切れてるわ、こいつ。5個来た。これでまあ、OK か。10個。まあ10個もあれば作れるでしょう。あ、でもここに、あ、これ粘土玉じゃん、よく見たら。もったいな。まあとりあえずこれで、エメラルドグレートソードが作れますよと。行くぜ。来た。エメラルド。お、攻撃力ちょっと高い。9度。これ見た目かっちょいい。え、かっちょよ。あ、緑やっぱいいよな。中二病心マックスになるわ、これは。え、な、何かと、どういうこと？なんか出せるわ。おい、みんな。なんか出せるわ、これ。え？じゃあ次が、ダイヤモンドグレートソードになるから、これでダイヤ探せってこと？あ、そういうこと？え、これめちゃくちゃ何でもできちゃうわ、これ。あ、最強だ、みんな。ここに来て来たな。あ、しかもこれ、え、これ石炭が取れてるってことはさ、え、ワンチャンこれ鉄も削れてたりする。鉄というかダイヤも削れんのかな。一気に下までやっちゃっていい？これやっちゃっていいっすか？やっちゃって。あ、ダイヤモンドある。うわー、これちょっとあれだな、アメジストソード作りて、作ろう。アメジストソード作り直そうかな、また。これダイヤモンドブロックにできるってことでしょ。剣2個あった方がいいよな、絶対。よかった、いっぱいアイテム残しといて。これでアメジストまで一気に作れますよと。最強です、これ天才でしょ。はいはい、 IQ65000。 もうこれで一気にダイヤモンド18個だから、最強。俺今日最強しか言ってない気がする。普通めっちゃある。ここダイヤすごいな、っていうかダイヤすごいな。まあ、こんだけあれば困らないかっていうか、待って、ここ岩盤じゃ、あれ、ま、あ、嘘！あぶねえ！あ、死にかける！え？あ、これ岩盤も行くタイプのやつなんだ、これ。危な！え、ちょっとじゃあ作っちゃうか、せっかくだから。これでダイヤモンドで囲んで、ダイヤモンドグレートソード。きた！もうこれ、見た目、さ、うわー、一番かっこいい。もうこれが一番かっこいい。氷の剣きた！あ、やばい、もうモンハンとかにありそうだもん、これ。これ何できんだろう。なんか出るっていうわけではないんだな、これは。あ、え、あ、なんだこれ。あ、なんだこれ。あ、ありがとう。ハッピーバースデートゥーユー。え、なにこれ。え、急になんか、グレートソードで触れると、なんかよくわからんアイテムになる。え、なんか急になんかパルプンテみたいな。なんか、使えるのか使えないのかは、いや、使えないだろ、これ。え、いる？この能力、急に。それは聞いてないよ。
なんか出てきました。え、これエンドいける？もしかして。あれ、エンドエサ探す手間が省けたぜ、あれのおかげで。もしかしたらこの剣めっちゃ強いかもしんない。何？あれ、ってか、あれピグリンどこ行った？っていうか、あれ、え、あ、ピグリンどこ行った？あれ、え、なんか後ろいたよね。あ、全員エンド行った？もしかして。エンドトラップかけちゃった。おい、エンド行ったって。あいつら絶対ここに俺が求めていたマグマがある。来た、水忘れた。ワンチャンダイヤモンドソードでさ、水出ないかな。出すわ、俺出します。これ出たー。出ます。まあ、とりあえず、火打ち石もできたんで、これでネザー行こうと思います。もうブレイズロッドちゃちゃっと集めようぜ。あ、古代の残骸もさ、エメラルドソードでなんかもうさっくりいけそうじゃね。ということで要塞がある。あ、違うか、違う要塞だな、あれ。あ、待って、要塞ある。え、めっちゃ近い。あ、すぐ近くにあったわ。破壊しながら歩いてたらなんかめる、うわー。やめてー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 。オッケー。後ろだろこれ。後ろにいるんですね、ここ、ここに。うっ、オッケー。で、早速ブレイズロッドが、1本手に入りますよ。3本。え、めっちゃ手に入った。さ、うわ待って、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。うわー、熱い。オッケー、あ、10本。いつの間に。じゃあこのネザーグレートソードを作ります。いきます。もうちょっと色がなんかさ、白っぽいからさ、なんかちょっと、あ、でもこれなんか闇っぽい、闇属性っぽい。あ、これはこれで渋いな。魔剣レーバテインだな、これは。本当にこれ何なんだこれ。あー、炎出せる。ネザーっぽくていいね。あ、しかもなんかこれ火炎耐性ついてるわ。熱い、熱くはない。どっち。どっちですか。え、しかも倒せる。で、これで次がこのネザーライトグレートソードなんですけど、古代の残骸かとなってくると、これエメラルドグレートソードの出番なのではというところですよね。これネザーグレートソードでもまあいけなくもないか。え、でもこれエメラルド作っていてよかったかもしんない。こっちの方が下探索するの楽かも。あ、でも待って、あれか、火炎耐性のことを考えるとこう開けといた方がいいのかもしんない、もしかしたら。あ、あった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 。ようやく1個見つけたぜ。ちゃんと残ってくれるっぽいね、この爆発で壊れずに。でこれちょっと燃えるの収まるまでこれ離せないんだよな、剣が。これ熱いんだよな、これ。さて、じゃあ1個いただいちゃおうかな。この調子でどんどん集めていこうぜ、サクッと。これ燃えないでね、本当に。本当に危ないよ。おいおいおい、すぐ目の前にあるじゃないか。意外と見つかるな。はい、3つ目来ちゃー。あ、来た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 。ちょっと待って、マグマ流れてきてる。やばい、ちょっと待って、早めに取って帰ろう。もう、はあ、サクッと。熱い熱い、早く早く、熱いから、ちょっと早く。あ、全然取れない。あ、オッケー、あ、取れた、あ、取れたね。よし、帰ろう。帰り道はね、わりかし楽なんでオッケーですと。もうこの光景おかしいもんな、どう考えても。じゃあもうここまで来たら作っちゃうか。真ん中にネザーグレートソード置いて、で、古代の残骸4つと、あ、金インゴットか。4つからの金インゴット4つで、ネザーライトグレートソード。あ、これも火炎耐性ありそうだな、ネザーライトだったら。あれ、ついてる？ネザーライト、まあ、攻撃力は10あるんだけど、あれ、なんだこれ、耐性もつかなければ。なにこれ、え、待って、なにこれ、あ、な、はははは。歩いたところがネザーライトブロックになると。なんだそれ、なんだなんだそれ。なんか別に今さらネザーライト装備揃えてもなって感じなんだけど。で、次がですね、エンドグレートソードということで、エンドストーンか。よし、ということで、じゃあエンド行きますか。え、あれ行けるのかな。行くぜエンドに。え、ピグリンいるかな。あ、行ける。よし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 。あれ、あれ、んピグリン、あれ、まあとりあえずエンドストーンが必要ってことか。じゃあこれもうサクッと集めつついきますか。やばい、エンダードラゴン来てる。やばいやばい、ちょっと場所悪い、ここ。エンドストーン集めまーす。オッケー、で作ります。あ、砂忘れた俺。一旦ちょっと剣作ってから、最悪死ぬわ。でこれで、作りました、エンドグレートソード。でこれなんか見た目がちょっとかっこいいよな。エンダーパール感あるよな。エンダーパール入れてねえけど。でこれで、これの効果は一体なんだ、なんだこれ。これちょっと見てきたんですけど、いきます。あ、そうだそうだ、あ、剣持ってない、飛べないんだこれ。剣持ってると飛べます。
え、あ、でもこれ飛んでさ、近距離で攻撃したらこれ死ぬよな、これ。あ、わかった。行くよ。見てて、ちょ、みんな。おい、うわっ、ぐっ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 、あれ、飛んでない。あれ、飛ばなくてもこれ、エメラルドソードでこれ壊せんじゃね、これ。あ、壊せないんだ、これ。あ、でもこれさ、石とか置いとけばさ、なんか、防げるみたいになかったっけ。あの、死んだらごめん。うん、死んだら普通にごめん。うん、あ、死なない。いける。いけます、皆さん。ちょっとこれ最強の決め技していい、これ。ちょ、みんな見てて、いくよ。はい、じゃあ、ちょ、邪魔すぎ、お前。こんだけ高ければいけるだろう。あー、危ない。オッケー、これで全部のクリスタル壊したぜ。あとはエンダーパールとドラゴンブレスを欲しいんだけど、砂、うん、忘れました。じゃあ、ちょっとエンダーパールだけここ置いて、ちょ、チェストに俺の全てをちょっと詰め込むわ。よし、オッケー。じゃあ、あとは砂持ってきたんで、あとは砂焼いてエンダーパールを集めるだけですよと。オッケー。ついでにエンダーマンもショスショス、来た来た。はい、やった。オッケー、8個集まった。来たー、これで最後の剣が作れるぜ。ドラゴンブレス、エンドグレートソードからのエンダーパールで、ムーンライトグレートソード。かっこよすぎだろ、これ。かっけーおい、やばい。さあ、プリズムパワー溜まってんな、これ。これ何できんだろう、これ。あ、なんかで、なんだこれ。この視点、あ、出てる。レーザービーモン出てます、これ。当たるかな、エンダードラゴンに。おらー、あったすえー、レーザービーム、みんな。ちょっと縦邪魔、ちょっと。おい、あ、剣から出る。あ、すごい。レーザービーム最強。え、強すぎこれ。あ、しかも近づいてきてるけど止められる。いけ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 。どっちが強いか。あ、これ飛んだりできないかな。あ、さすがに飛ぶことはできないか。もう単純にレー、これ空中でも仕留められるんじゃね、これ。はい、もう飛べませんよと。お疲れ様です。かわいそすぎるだろ、エンダードラゴン。